で次がこれは若者の言葉です。日本でも使ってます。これまずこれ発音してみましょうか。これはティスですね。ティス。でもこれ発音したらこれはディスですよね。日本語で英語でディスるという言葉があるんですよ。若者の言葉です。いや私も若くないですけど最近知りました。でディスって何かというと、侮辱するとか無視するとか意味なんですよ。でそれをねこれ使ってたんですよ。びっくりしちゃいましたよ。で結構日本語のこの前もやったと思うんですけど、なんだっけツンデレとかね、日本でできたその若者の言葉がそのまま韓国でも通用している部分があるんですよ。でこれ日本の若者の言葉は侮辱するとか無視するとかそういう意味ですよ。抜け話するとかそういう意味ですよ。ディスるって言い方して、でそれをこういう言葉を使ってたらびっくりしましたね。